知らない間に私たちってこの私らしさを逆になくして生きていたりするので、本当の自分を取り戻すことでその新しい私に実はつながっていくんですよね。女の幸せは愛にお任せ、愛チャンネルへようこそ。皆さんこんにちは、早間愛です。さあ今日も早速始めていきたいなと思うんですけど、今日はですね、自分をなんか変えたい、この新しい私になりたいっていう人にとてもお役に立てる動画になってます。いや、まあそういったテーマでねお送りしたいと思うんですけど、まあ自分を変えたいとか何か新しい私にってなんかちょっと言葉聞いただけでもワクワクしません？これ私だけかな、なんか新しい私みたいな、なんかどっかこうなんかもっと素敵になったりとか、なんかこう自分が変えたいなと思ってるところがこう本当にこう変わっていった先のことを考えるとワクワクしたりとか、なんかそんな響きがするなーなんて思ったりするんですけど、皆さんはどうでしょう、自分を変えたいとか何か新しい私にっていう、こうそんな風に思ったことはないでしょうか。少なくともね、あの変身願望みたいなのってなんかあると思うんですよね。こんな風になりたい、あんな風になりたいみたいな、何か憧れを持って、何かこう今の自分じゃない何かにこうなってみたいみたいな、なんか自分を変えたいっていう、そういう葛藤に駆られるみたいなものってあると思うんです。でこれってなんかこう自分を変えるってね、こう私らしさがなくなるではなくって、知らない間に私たちってこの私らしさを逆になくして生きていたりするので、本当の自分を取り戻すことでその新しい私に実はつながっていくんですよね。でちょっとね難しいことを今言ったかなと思うんですけど、なんか伝わっていると嬉しいです。で今日はこの何かこう自分を変えたいって思っていて、何か新しい私になりたいって思う人に、どうやったらそういったものがこう作っていけるのかっていうものを、ね、お届けしたいと思ってます。で、シンプルに3つ、これやっていくと自然となんかこう自分を変えることができるよというものを、ね、お伝えしていきますので、そんなに難しいことじゃないです。なのにやってみるとすっごい目の前の世界というか、普段生きている生活が変わっていくことと思います。なのでですね、ぜひですね、最後まで見てみてください。ね、この、まあ、変えていくこうっていうことなんですけど、自分は何か変えたいなっていうね、新しい私になっていきたいなっていう、そう思ったりしている時に、まず最初にこれやってみるといいよというものが、まあ、これねジャブみたいなものなんですけどね、人ってこの変化は実はね嫌うんですよ。変化って実はねストレスに感じるものなんです、まあ、その通りできてるんですね。だからなんかこう変わるのが怖かったりだとか、なんか変わりたいと思ってて、それに対してワクワクドキドキはしてるんだけど、でも怖いみたいな、なんか相反するものがあるはずなんですよ。ドキドキする気持ちとなんか怖いっていう気持ちと、でこの怖いっていう気持ちは当たり前だよということです。何か変化をしようとすると不安とか、ね、恐怖っていうのがちょっと訪れたりします。だからまず最初にやってもらいたいのがジャブみたいなことなんですけど、それが何かというと五感で感じているもの、まあ、私たちこう視覚、聴覚、ね、触覚、味覚みたいな感じでこう五感って持ってるじゃないですか。その五感で感じるものを変えていくということをやってもらいたいです。例えば視覚だったら、今まで見ていたものとは違うものを見てみるとか、その見てみるのが本であったり、まあテレビとかね、映画とかね、まあ、何でもいいんですよ。とにかく見るもの、景色でもいいし、普段目にするものをちょっと変えてみるんです。で、自分の目に映るもの、目から入る情報をまずね、変えてみる。で、例えば、聴覚だったら聞くもの、音楽を変えてみるとか。で、味覚だったら、食べてるものを変えるんですよね。なんか新しいものに挑戦してみるんです。あんまりこれなんか
食べてなかったけどとか食べたことがないものとか、ちょっとね新しいものを自分の中に取り入れてあげるんですね。いや触覚ねなったら、要はこういう洋服着るもの、これ触るじゃない、そういったものを変えてあげる。で嗅覚だったら匂い、普段つけている香水があるとしたら、まあ、ちょっとこの期間だけって決めてもいいです。なんかこう匂うものをね変えてみる、こう香るものを変えてみる。お部屋のアロマもね使えるでしょうし、普段の香水も使えるでしょうし、何かこう嗅ぐものを変えてみるっていう形で、五感で感じているものをちょっといつもとは違うものにね変えてみるんです。これねすごいいい準備運動になるんですよ。やっぱりこうなんか新しいものを取り入れていくっていう準備ができるんですね。心と体のなんかで準備ができるんです。でその準備ができていくと、なんとなくこの新しいものを取り入れていくっていうのに心と体と脳みそがちょっと慣れていくので、そのちょっとこう畑を耕すじゃないけど、それちょっと慣れた状態にしてあげる。これをねするかしないかでも随分変わってきます。いきなり何か大きなことをポンとやって変えようと思うと、思いっきりストレスと抵抗が働いたりとかして、あーやっぱり無理だってなってしまうことが多いんですね。だからまずちょっとこうジャブ、五感で感じているもの、ね、そういったものをこうちょっと一旦変えて準備をしていく。そしてそれをやっていくと、だんだんちょっとねさっきもお話したように慣れてくるので、その上でね、その上で何かこう自分が変わりたいなと思うものがあるとしたら、その変わるために必要な、まあ、変わるためにふさわしいというか必要な今度は学びを自分の中に取り入れてください。じゃあ今自分がね変わるためには、じゃあなんかもっと自信がある自分に変わりたいって例えばじゃあ思ったとしましょう。そしたらその自信というものを手に入れるために必要なことは何だろう、そういった学びを自分に取り入れてあげてください。その自信のある自分にふさわしいもの、情報、学び、そういったものをたくさんこの自分の中にね取り入れてあげるということをやってあげてください。そうすることによってその道に進んでいくことができるようになるんですよね。でやっぱり何かこう新しい私ってなっていくと、新しいわけだからその新しいものに対して何にもベースがない状態なんですよね。で何にもベースがない状態だとなりようがないんです。だからそのために必要な、まあ、情報をね、そういったもの、学びを取り入れる必要がありますよと。そしたらどうやっていったらいいかも、ハウトゥーも見えてくるし、それに必要なものも見えてくるんです。なので自分が変わるために必要な学びだとか、そういったこのふさわしいものを自分の中にね取り入れていきましょうです。で次に3つ目です。3つ目が変えるために、その新しい私になったりこの自分を変えるっていうのに必要な環境や人を変えてくださいということなんです。だから今まで出た人もいると思うんですよ。だけどもこれから自分が何か変わりたいと思うものがあったら、その変わるために必要な人に会ってください。そういう人に会いに行ってください。なんかこうコンタクトを取るってことですね。でそういう人と触れ合うことが一番早いし大事です。自分がこうなりたいな、ああなりたいなとか思う人に触れてみるということなんですね。会う人を変える、このねそれが環境を変えるっていうことなんですけど、会う人が変わると人生変わります。まあ、それと2番と3番同時でもいいけれども、人も変える、ね、必要もあるけれども、まずこの自分を変えるために自分の中に取り入れるものを変える、その上でそういう人に会ってみる。この2と3はねまた同時だとパワフルだったりもしますね。でこういった風にして新しい私を手に、ね、入れたりだとか、この自分というものを変えるっていうことをするために、この3つのステップをやっていくと、なんていうのかな、すごくこう最短距離で変えていくことができます。最短距離で。でもしもですね、なんか
具体的にどうしたらいいかわからないみたいなね思う方がいらっしゃったら、今ですね、私の方で、自分自身をこうアップデートしていくというか、自分自身を変えていくためにとってもこうお役に立てるような無料のね体験会も開催しています。女の幸せウェイクアップ講座の体験会になるんですが、そちらもねやっているので、何か興味があったりだとか、なんか活用してもらえると嬉しいです。で、情報の方はリンクの方にも貼っておきますね。で、まあ、そういった形でちゃんと自分にとって必要な情報をねたくさん取り入れて、で自分が変わりたいなと思う方に必要な情報ですよ、ね、もうなんかね一気にいっぱい入れちゃうとどれをどうしていいか分かんなくなっちゃうので、ちゃんと自分が変わりたいなと思うベクトルの方にあるもの、それが今の自分に必要なものですので、それに向けてそれに向けてというか、それを自分の中に取り入れるということを、ね、ぜひやってみてください。で今日お話、ね、したことなんですけれども、意外にねこの一番のまずこのジャブを自分に入れてあげるっていうのもねめっちゃ大事です。なんか意外になんかいやそんなことでと思われるかもしれないんですけど、この心とねこの脳みそをこうなんて言うんでしょう、慣らしていくって意外にね大事だったりします。なのでもう身近なほんとちょっとしたことでいいんですよね。食べ物変えるだとかね、なんかちょっと着る服変えるだとか見るもの変えるとか、そういったことだったらすぐに取り入れられるじゃないですか。でそうやってこの自分にね慣らしてあげて、新しいものを取り入れるっていうことを慣らしてあげて進んでいく、その勢いで進んでいくっていうのもね、ものすごくこう自然に最短距離で進んでいける道ですので、ぜひやってみてください。それではですね、今日の動画これで終わっていきたいと思いますけれども、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。